はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。9期最強デッキ使いトラミッター龍です。さあ本日なんですが、皆さん遊戯王9期史上最強と言われているデッキご存知でしょうか。これね、トラミッドって言われてるんですよ。はい、9期の中、9期に発売されたカードというかデッキのテーマの中で一番強いのはトラミッドだと言われていまして、本日はこの最強デッキをね、使っていこうというふうに思っております。はい、どういうデッキかと言いますとですね、岩石族地属性モンスターのモンスターたちで構成されておりまして、相手のターン、一度自分のそのフィールド魔法を張り替えながら戦うというデッキとなっております。これ結構デュエルリンクスっていうなんか DCG ではね、環境にいたことあるんですけど、はい、実はね、はい、このトラミッドクルーザーとかフォートレスとかこのキンゴレムっていうこの3種類のフィールド魔法を入れ替え立ち替え戦っていくっていう、まあ、そういうテーマになっております。で、簡単に言うと、墓地に送られた時にフィールド魔法が効果発動するんですよ、大体。でそれをね、相手のターンで張り替えながら戦っていくっていう感じなんですけども、クルーザーはモンスターサーチで、フォートレスは、モンスターを効果破壊から守る、それから、キングゴレムは、モンスター、トラミッドモンスターがこう、バトルする場合、バトルする場合に相手は何の効果も発動できないっていう、まあ、ホープスライトニングみたいなね、感じの、効果付与できますみたいなフィールド魔法になっております。でですね、これがね、結構ね、新しいカードで、このトラミッドローディングっていうカードが追加されてまして、これが結構強いんですね。このカードが魔法トラップゾーンに存在していて、フィールドゾーンにフィールド魔法カードが発動される、表側で置かれる、た場合、デッキから、トラミッド魔法トラップカードを手を投げる。これ何でもフィールド魔法でもいいし、今回入ってます、このトラミッド、パルスっていう、永続トラップカードでもいいです。はい。でさらに、フィールド上の表側表示のトラミッド岩石族か岩石族が破壊されると、破壊されたモンスターとはカード名が異なる、トラミッドモンスターをデッキから出せるということで、まあ、戦闘でも効果破壊でもいいんで、これ結構場持ちがいいですね。はい、だからこれを発動してトラミッドモンスターでビートしていくっていう感じですんで、トラミッドモンスター基本的に最強すぎますんで、自分たちでなんかその相手の効果を無効にするみたいな効果ないんですね。一切ありません。はい、フィールド魔法を入れ替えるだけです、基本的には。前に出てで耐性も特にありません、この人たちは。なんかこういった打点が上がったり、なんか召喚権増えたり、そういうのありますけど、大したことないんですね、この人たちはね。はい、ということで、実質トラミッドカードである永続トラップカードで、介護してあげる必要がありまして、このデッキ強すぎて、まあ、例えばですね、サモンリミッターでやるとか、それからまあ神戦神通、それから群雄割拠、これはデスピアとかにも伝わりますし、ね、こういったカードで、相手の、まあ、動きをね、こいつらがちょっと優しいからさ、妨害しないんだよね、妨害しないから、この辺で妨害していくと。はい、であとは能力吸収石っていうね、トラミッドの効果発動するともうなんか相手の効果が完全に無力化するみたいなね、そのなんか実質スキルドロイみたいなカードもあるんですけど、これとかを発動して相手の動きを、完全にこの辺で止めていきます。はい、止めていって、で自分は、アドバンテージを稼ぐべく、この、トラミッド削りの砲殺っていうカードを使って、基本的にこのデッキはもうマジで特殊召喚しないんですよ。まあ、一応アダマシアとか入れれば特殊召喚一応ポンポンできるんですけど、アダマシアとか入れてるんだったらアダマシア使えばよくねってなるから、アダマシアの展開するよりもなんかこいつらでビートして後ろで守ってあげる方がいいかなっていうふうに思ったので、今回は入ってなくて、この辺の、カキモス並べて、で命削りで後ろ引いて、後ろめっちゃ構えてドヤ顔するっていう構築にしております。はい、高校まくりはもうほとんど見ておりません。先行に頑張りました、強すぎて。はい、なので高校勝率は、期待しないでください。マジでそんなことしても勝てないから、最強すぎて。なのでもう先行に頑張りして、先行でドヤ顔でこの辺のトラップカードをね、激目カードを使ってね、相手の心を折っていくっていう、まあ、それくらいかな、勝ち筋は。うん、強すぎるから。デュエル3倍。皆さんはデュエリストカップ何デッキを使っていますか？私はですね、トラミッドを使っています。トラミッドってなんだよって思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、僕も思ってます。はい、このテーマね、9期最強、9期最強テーマと言われてまして、まあ数多くね、環境デッキを生み出して、ぶっ壊れテーマを生み出してきた9期の中でも、まあ、最も強いと言われているんですよ、このテーマ。なんでかっていうとですね、
あのモンスターだけではね相手の妨害を一切用意できないからです、はい、これはねこれはもう宣告打っちゃっていいね、トラミッドの宣告を発動。トラミッドの宣告の効果により相手のモンスターの召喚を無効にし破壊する。あのトラミッドのテーマカードではあの妨害がないんですけれども、まあ、一応ね、まあ、トラミッドカードと言われている実質この神の宣告というカードによって一応相手のモンスターの召喚を無効にしていくことは一応できます、はい、最強なんで。なるほど、1枚セット、はい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 、いいでしょう。2枚セット、なるほど、怖いですね、怖いな。ちょシュフィールマホが欲しいって言ったら来たわ。フィールマホが欲しいって言ったら来た。でトラミッドクルーザーを発動。トラミッドクルーザーを発動したことによってトラミッドローディングの効果を発動。フィールド魔法が発動した場合デッキからトラミッドマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。つーなんて強いんだ、どんだけ強い、そんこんな強いカードが存在していいのか。フィールド魔法発動しただけで何でもカード持ってくるの強すぎだろこれ、やばでキングゴレムを発動。キングゴレムを発動したことによりトラミッド、クローザーがクルーザーが墓地を行ったためクルーザーの効果を発動。トラミッドモンスター1枚を手札に加えることができる。つえ、墓地に行っただけでモンスターサーチできるのが神ゲーかよ、あまりに強えな。でトラミッドダンサーを召喚。トラミッドハンターはちなみにトラミッドのモンスターの召喚権を1回増やすとかいうヤバすぎるものを持ってるぜ。そしてトラミッド削りの豊殺を発動。手札を3枚になるようにドロー、強すぎ。なるほど、トラミッドハンターを召喚結構強いな、結構強い。なんかデュエルリンクスみたいなことしちゃった俺、なんかめっちゃセットしちゃった。さっき一回バトル入ってからセットしたほうがいいですね、一応ね、はい。で、ちなみにあのこのターン特殊召喚できないんですよ、命削り使うと。あのね関係ないんですよね、なんでかっていうと特殊強すぎてこのデッキ特殊召喚しないんですよ、ほとんど。アセントダメージゼロだ、間違えた。まあでもいいや、とりあえずこれあれですね、あのトラミッドキングゴレムの最強の効果見せられてる。ちなみにトラミッドキングゴレムはどういう効果かっていうと、トラミッドモンスターが攻撃をする場合バトルする場合あの相手バトルフェル中に何にも効果発動できないっていうね、ガチで言えばあの全員がホープザライトニングになるっていう最強の効果持ってるんですよね全員ホープザライトニング化するんですよ、強すぎません、あまりに強いでしょ。さあ相手困ってるぞ、おっと、あこれはあギガンテスか、なるほど。テスパイセンはまあこれ紙2で無効にしてもいいし破壊してもいいね、トラミッドパルスで。あの一応表側のカード割れるっていう効果ありましてね一応ね、はい、最強なんで一応永続トラップカードで一応墓地の岩石族かフィールド魔法を除外するとなんかその相手の表側のカード割れるっていう一応ね超強い効果がありましてどっちもですね、それで殴ってくるとこれは一応こうか、一応こうする。ちょっとモンスター破壊されるの嫌だな、まあ、でもとりあえずねフィールド魔法をいっぱいなんか張り替えて張り替えることができて、モンスター1ターンに1回ね相手ターンに、フィールド魔法を張り替えるっていう謎の効果あるんですよ、トラミッド全員ね、はい。でこのキングゴレムをまずトラミッドクルーザーに張り替える。で、ローディングの効果でトラミッドカードを持ってこれる、はい、最強、あまりに強い。相手もビビりすぎて、もうビビり散らかしてるぞ相手、これ多分びっくりしてるぞ、びっくり強すぎてまあでも割とアドバンテージは稼いでいる。なんでかっていうとトラミッド削りの考察っていう最強のカードを発動したから。でトラミッドハンターの効果によってこちらに名称しての対象ないんで何回でも使えますこれ、はい。ハンターが2体いればハンターの効果を2回使えるっていう。さあ相手ビビってる、ビビり散らかしてるぞ相手、おい大丈夫かおい。キングルームでいいか、相手も岩石族だから伊達上がってんのくさギガンテスくんの伊達上がってんのくささあでトラミッドスフィンクスがいう最強のモンスターを手札に加えて一応ね、まあ多分出ないけどね。さあどうしますか、おっと一応トラミッドパルス発動してみます。さあどうしますか、一応ね万が一あるかもしれないから、まあこれ発動しなくてもいいので、別に正直発動しなくてもどっちでも変わんない。だってどっちにしても、はい、なんでかっていうと全員がホープザライトニングだからね。対戦ありがとうございました。このデッキ高校の勝率ありえほど低いんだけど、どういうこと、なんで
おかしいな、吸気最強って聞いたんだけどな、このデッキ。なんか吸気最強っていう割には高校の勝率今のところマジでほんと 2% ぐらいだった、多分体感。体感なんか高校勝率 2%。 まあ先行はまあ言うて最強デッキだから、まあ言うて3割ぐらいは、3、4割ぐらいは勝てる気がするけど、まあもうちょい勝てるだ、さすがに。こういうね、あのトラミッドの通告とかトラミッドの先行が強いから、まあ言うてね、先行取れればまあそこそこ強い。まあこのトラミッド削りの法則も結構強いんだよね。テラフォーミングの効果を発動して、フィールド魔法を持ってくるという効果。さあ相手ビビり散らかしてるぞ。見たことね、最強デッキの前にな、さあトラミッドクルーザーを発動してわけわかんねえなこれ。でトラミッド、ローディングの、永続魔法を貼ってやると、フィールド魔法が発動された場合になんか、トラミッドカードを、魔法トラップカードを持ってこれるってことで、増殖かなんかですかね。これだけ強すぎて増殖するうちにケアできるんだよな。なんでかっていうと特殊召喚しねえからさ、もうなんか実質不安だリーズみたいな感じですよね、もうもはや。ああ実質不安だリーズ。さあどうしますか。ローティングの効果で何かしらの魔法トラップカードのトラミッドカード持ってこれますけど、私はい通る。とりあえずバルス持ってくろ、バルス持ってくろ、バルス世界を終わらせる。でトラミッドダンサー発動、召喚して、でトラミッドクルーザーの効果を発動。トラミッドクルーザーの効果により何らかの、カードをドローして何らかのカードを捨てるという効果。まあ1枚ドロー1枚、まあ暗黒からの取引ですね。はい、実質自分だけで、まあ、スフィンクスいらんな。でですね、トラミッド、あこれあれかな、まあ、間違えた、あれ、あでもそうでもねえか。これクルーザー発動して、あれモンスター出せねえのこれ。まあいいか、クルーザー、まあ、持ってくる必要性じゃないですねこれね。でセットしてちょっと若干間違えましたね今、これバレスじゃなかったですねこれ持ってくるの。まあいいや、命削りの法殺を発動。さあカードを3枚ドロー、強すぎよし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 。あの極力ね、あのモンスターあんまり引かないように、あのドラップカード結構多めにして、モンスター結構ねすごい少なくしてるんですよ俺今。命削りでそのモンスター一体と、あの後ろになんかめちゃくちゃな罠カードをいっぱい伏せるっていうのが多分一番勝てると思ったので、ここで聞き、あ一応ですね、これまあアダマシアとか入れるとシンクロできたりするようになるんだけど、その、まあ、それはもうなんかアダマシアデッキに任せればいいかなと思ったので、なんかそのトラミッドモンスターを残したかったんですよね盤面に。そしたらなんか自然とトラップカードがいっぱい後ろに構えることになってしまったという言ったところなんですけども。なるほどね、はい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 、 OK です、いいでしょう。でやつはまあ別そんなに変わんないかな、やつはそれはもう通していいわ。で、まあ、リンク召喚してきたらトラミッドバルス使ってバルスって言って相手のモンスター破壊すればいいかな。ですね、これバルスって言って、バルスって言って、でここで これと、これで君ちょっとどいてくれる？これ破壊するって表側のカードを破壊するっていう効果です。はい。さあどうしますか？召喚権を使わないといけないですね。お相手し召喚権を使わなければならない。さあどうする。ちなみに召喚した瞬間にサモルみたいいただきますあもうそれはいいや、それはいい。双剣はサーチは別にもういい、大丈夫。まあ、爆矢かまあタイヤか、まあその辺だと思う。爆矢ね、 OK。 で爆矢召喚で効果つって、遠く接しますって言った瞬間にサモルみたいいただくわ。で爆矢召喚でトークン生成します。で見せるのがプロトス。ここにがっつりと、トラミッドリミッターを発動。あちなみに一旦に2回までにして、モンスターの召喚とか特殊召喚とか、あ2回までで頼むわ。こっちもさそんなに展開するべきじゃないからさ、君をちょっとルール守ってよ、2回まで頼む召喚特殊召喚は。だからもうトークン出ないからよろしくオッケー、耐えた耐えた。トラミッドダンサーの効果発動。トラミッドダンサーの効果によりトラミッドクルーザーを墓地の振りフィールド魔法を張り替える効果相手めちゃめちゃ困惑してるぞ。なんでこいつの効果ってなってるぞ。テキスト多分めっちゃ読んでんだろうな今テキスト多分めっちゃ読んでると思うわ今、まあ、とりあえず、ローディングとクルーザーの効果発動して、ローディングの効果で何らかのトラミッド魔法トラップカードを持ってきて、でクルーザーの効果で、トラミッドモンスターを、回収です。はい、回収というかサーチ。
さあ、圧倒的最強トラミッドハンターを手札に加えていくぜ。このね、あのダンサーは絶対死んでもいいです。はい。これ後で、あの、キングゴレムに張り替えれば戻ってくるんで。実質ね。で、ローディングの効果も発動していく。ローディングはトラミッドモンスターが破壊された場合、デッキからトラミッドモンスターを特殊召喚できる。現れろ、トラミッドハンター。うぜえ。なんか死んねえけど、うぜえ、このデッキ。ちなみにモンスターでの妨害を構える手段はないから、もう妨害を構える手段もなければ展開する方法もなんかすげえ難しいぜ。さあ、トラミッドハンターの効果。トラミッドフォートレスを墓地に送り、フィールド魔法をさらに張り替え。張り替え、張り替え。ポケモンでいうところ、お片付けみたいな感じですね。はい、技的には。これは一回ちょっとクルーザーにしまして。はい。で、トラミッドフォートレスの効果によって自分の墓地に存在しているトラミッドモンスターを回収。これはですね、こっちでいいですね。ドラミッドダンサーにして、で、モンスター2体展開して、で、キングゴリも張り替えてぶん殴っていけばいいんじゃないでしょうか。まあ、多分ね、まあ、双剣暗転とかだと思うんですよ、あれ不正。まあ、か、無限保養か。まあ、双剣暗転がめんどくさいんですが、まあ、双剣暗転だったとしても、こんだけ、まあ、枚数が稼げてると、さすがに大丈夫。だと思う。死ぬほどモンスター出るんで、こっから、蘇生もできますし、パルスで。いきましょう。トラミッドハンターを召喚。トラミッドハンターがいると召喚機1回増えてるから、ハンター出せる。でクルーザーの効果、カードを1枚ドローして1枚捨てる。さあ、ローディングはいらないから捨てる。相手わけわかんねえだろうな、マジで。こいつ なんだこのデッキってなってたのこれな。多分最強すぎてね、多分ね、みんなに知られてないんですよね。トラミッドクルーザーの効果、1枚ドローして1枚捨てる。さあ、どうする。どんどんモンスターが横に並んでるぞ。しかも特殊召喚じゃねえから増殖する地は刺さんないぜ。これはどうせね、無限効用か、多分安定だと思うんですよね、あれだから。まあとりあえず一旦戻して殴りに行って、まあとりあえずこうスフィンクスかなんか戻して殴りに行って、はい、で打点が上がりますよ。全員の打点が爆発的に上がっていく。なんとフィールド魔法か岩石族を戻して、トラミッドモンスター戻すと全員の打点が500アップするとかいうぶっ壊れ効果、やばすぎ。打点がもう抜けた。さあ行きましょう。さあ行きますよ、バクヤ君。どうしました、ハンターさんに打点が抜かれてますけど大丈夫ですか。そろそろ、おっと、暗転ね。はい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 、はい、いいでしょう。まあ、そこまでは読んでいましたと。ここまでは読んでいました。なるほど、バルスとサモンリミッター。なるほど、サモンリミッターは意味ないです。ああ、じゃあ待って、バルスは意味ないですね、これね。破壊されましょう。さあ、これで、破壊を受けてサモンリミッターとバルスがぶち飛ばされてしまったが、ただ攻撃は通ると。1100のダイレクト通し、1900ダイレクト、1900ダイレクト、まだ死なない相手は。ワンキルはちょっとね、強すぎますけど、このデッキ。ワンキルは苦手と。ワンキルしたのねえや。このデッキ使ったりワンキルしたのねえや。さあ、ゆっくり行きましょう、ゆっくりね。はい、まあ。遊戯王はゆっくり楽しむもんですからね。腰をどっしりと据えてね。パソコンの前に座って、どっしりと。スマートフォンなんかで気軽にできるようなゲームじゃねえから。これ、だからなんかユーザー離れてんじゃねえかみたいな、説あるけど。これさすがに、これゴルゴニッカー行った方がいいんじゃない、これ。さすがに、さすがに行くわ。ゴルゴニッカー行って、謎のなんか洗濯物干しみたいなのが顔にぶっ刺さってる謎の蛇出して、洗濯物干し顔にぶっ刺さってる蛇出して、で神戦割拠でエンドじゃん。いや、これさすがに強いでしょ。いや、これでトラミッドの宣告とトラミッドの割拠をセットして、でこれで一応ね、こっちはね、岩石族しかほぼ出さないんで、岩石族だけしかないから、軍用かけも刺さないんですけど、まあ、相手は結構、なんだろう、源流族トークン出してからバロネスみたいなことしてくるから、なんかそういうところで刺さるよね、多分。源流から源流しかいけないから、軍用かけは。結構トークン出しても源流しかいけないから、まあ割とあるかなっていう気はしてるんで、まあ、一旦軍用かけを楽は。どう？かなりパワーは高いですよね。はい、この盤面。言うて今何棒がやるかっていうと、まあ、永続効果も含めると、1、2、3、4棒がやれますからね。4棒が。まあ、4棒がある中の、テーマ内の棒が1個もないけど。
まあでもゴルゴニックガーディアンは手花みたいなもんか。で、双剣士爆破、はいどうぞ。で、双剣士爆破召喚成功時効果で、トークンを生み出していくという効果を使っていくが、その効果をしっかりとゴルゴニックガーディアンで無効にしていく。オーバーレイトを一つ使い、相手のモンスターの、打点をゼロにし、効果を無効にしていく。あまりにも強い、あまりに最強。攻撃力をゼロにした上で効果を無効にしてしまう。無限包容の完全上位互換、完全なる上位互換した。神最強で増殖する陣を打っていく。あ、プロートスかなんか出したいやつ、プロートスかなんか出したいやつですか、これは。もしかすると、これ属性揃ってない、これ属性揃いのやめてよ。あー、やばいやばいやばい。あー、出た、フロートスパイ戦出てくる。はい、神の天候。はい。これデッキ最強だった。楽しいね、このデッキね。なんかその愛すべき、なんかそのなんだろうな、愛すべきギミックというかね、うん、そういう感じだよね。なんかそのやっぱ大体現代遊戯王って結構やっぱ展開とか、なんかそのある程度ルートとか、まあ難しいものがあって、まあそれで結構盤面を強くしていくっていうのがあるんだけど、まあこいつらは、まあそれを、まあし、まあできないという言い方はあれだな、あのしないんですよ、あえてね。うん、だからね、すごくいい出来だと思う、これは。うん、とても。僕は好きですよ。まあ、回し方結構簡単らしいね。割と初心者におすすめしやすいデッキであるかもしれないね。ええ、このデッキ。ジャンクスピーダー、これ世界終わったんじゃね？やばいやばいやばい、あー何回見ても、何回見てもそいつ展開力おかしくないですか？何回見てもこいつ展開力おかしくない？おかしくないですか、これ。いや、これ。それはないわそれはないわ、流星さん、こっち球技最弱って言われてんだよ。やべ、本当のこと言っちゃった。ちょっと待って、これやばいって、これ。いや、それはないわ、それはない、マジでこれはないわ。トラミットローディング発動わけわかんねえな、止めてくんの草トラミットローティング無効は草。コズミックブレイザードラゴンでトラミットローティング無効にしたんだけど、うざ。トラミットランサーは、あ、これ召喚無効にやるか。召喚無効はない、局所が無効か。あれはサラスウォーリアーは、トラミットランサーの効果発動してさ、トラミットローティング戻して打点アップしてんだよ、なんかある。無効にしろ、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 実質セット、セット、命削り。これ、この盤面に立ち向かってるトラミットダンサーやばすぎるだろ何時代の遊戯王だよ、これ何時代の遊戯王だよ。この盤面に立ち向かってるトラミットダンサーかわいそうだろ。おかしいなぁ、これで9期最強って聞いたんだけどな。